はい、それではですね、演奏の方で盛り上げていきたいというふうに考えてます、ただいまからはバンド演奏、歌含めて、M&J の皆様に、演奏をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。ご来賓の方もね、来てくれていただきまして、天候に恵まれまして、昨日は一時どうなるかなと思って心配してたんですけども、なんとか開催することができました。ありがとうございます。ちょっと耳障りになるかと思いますけども、我々の楽器と歌とちょっとやってみたいなと思いますので、ちょっと気になってみてください。足元が悪くてこれじゃね。名前は M&J っていう番組です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに来月は白岡の市役所のホールでもってランチタイムコンサートっていうのを我々がやらさせてもらいます。ありがとうございます。お願いします。まずですね、ちょっと英語の歌なんですけども、英語の歌なんですけども、カルフォルニアを夢見てっていう、冬寒いのに、カルフォルニアに暖かいところへ行きたいっていう歌なんですね。ママス&パパスっていう歌が人たちが歌ってました。英語の歌をちょっとやってみたいと思います。マイクThank you.
such a state. California dreaming. Oh, such a state. California dreaming. Oh, such a state.発音も悪くなくて、日本語英語でやってるんです次はこの皆さんよくご存知かと思うんですけども、あの瀬戸の花嫁っていう歌を、オカリナとお歌でやってみたいと思います。全体がちょっと小さいことが入っているのでこの人に聞いてみるともっとわーってやってもらいます。楽しみな人大丈夫ですよね。はい、じゃあ瀬戸の花嫁を。ランチタイムは日本で同じなんだけど、ありがとうございました。
じゃあ次この後ギターと歌とで、ギターのリポさんが歌ったの風っていうのを何曜日なんですか。どちらから来たの？順番でしょ。
バイオリンとギターとキーボードで、アベマリアっていう曲ですね、アベのマリアさんっていうその曲なんですけどね。次は峠の我が家っていう曲をアメリカ民謡なんですけどもやってみたいと思います。昔ねこの辺も私も家もそうだったんですけども軒並み藁屋根でね、藁で屋根が吹いてありました。冬はなんかね明け暖かかったんですけども夏なんか虫が出てきてね藁屋根から虫が出てきて気持ち悪かったんですけどもね、そういう家でも貧しかったんですけども、懐かしく思います。今はみんなね綺麗な家ばかりになっちゃってますけども、昔の家は汚いけども楽しく過ごせたと思いますね。そういうのを思いながら皆さんと一緒に聴いてみたいと思います。峠の我が家ですね。Thank you.
感じですかね。まだちょっと時間はいっぱいあるんですけど。じゃあ、先にやってみたいと思います。昔ベッチー&クリスっていう人がいたんですけどもね、今はだいぶハワイの方で過ごしてるかと思うんですけども、白い色は恋人の色っていう歌があるんです。これは女性の歌なんですけども、男の声で歌いたいなと思うんですね。結構男の声で歌うとわりかしいい歌なんでね、よろしいかと思います。Come on.
ありがとうございました。